こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今日はですね、パールネックレスがのクラスプがですね、もし外れなくなった場合ですね、そういう時はちょっと SOS を私どもリコードにいただければ対処いたしますので、そのことについてお話ししたいと思います。パールネックレスめったないと思うんですけどね、何回かねそういう事例あったんですよ。実は昔のですね、クラスプってこういう、ちょっとわかります、今も出てるんですけど、こういうタイプなんですよね。これ間違ってこう逆にしちゃうとね、今度外れないですよね。その作りもよるんですけど、そういう例がちょっと何回かあったんで、もうそういう時もネックレスちょっとどうしても取れないもんですからね、もう切るしかないんですよ。そしてこのクラスプを、金具を変えるような、これ今風のですね。今風のはもうほとんどそういうことないです。心配ないですね。こういうふうに、どっちからやってもこういう筒状になって、丸いですからね。こう筒状になってるんで、これはもうそのままスポーンとどの向きでも関係なく、外すときはこの下をこう押すと、このクラスプが一番やっぱり、やりやすいですね。どの方向でも、これはもう間違ってこう慌ててちょっと後ろ見えないもんですからね、これでこうされるとね、逆にこう入っちゃうともう取れなくなる場合なんですよ。そういう場合はもうちょっともうそういうもう取り替えるしかないですもんね、切っちゃってね。でもうちの方でも在庫ありますしね、全てうちで糸張り替えやりますんで、もう糸でもワイヤーでも、どっちでも対応できるんですけど、そういうこともしありましたらですね、私どもにちょっと連絡いただければすぐ対応いたしますので、ね、どうかよろしくお願い申し上げます。